か。この世に魔法使いなんかおるわけないやろ。僕もそうけど、その後どこにも行けへんかったよ。舞台上におった8人の姉ちゃんがミソなんや。多分あのマジシャン鳥かごの中で姉ちゃんと同じ格好して、ま、アシスタントの数なんて誰も数えてないから、8人が9人に増えても分かりっこないしね。ほんでみんなで固まって舞台の袖に消え、布燃やしてる間に客席に降りたっちゅうわけや。うん、チュウユーのマジックはすごかったよね。ほんまに飛んでるみたいやった。糸なんか見えへんかったし。あら、棒で体支えてやな。その棒をクレーンでカーテンの裏から動かしてんねや。カーテンは縦横切れるし、客は糸で釣ってると思ってマジシャンの上の方ばっか見てただろうし。うるさーい、二人とも黙っといてんか。